マイケル・レンドンドは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。愛称はアント。代理人はスコット・ボラス。メディアによってはレンドンと表記されることもある。ライス大学では初年度の2009年から打率。388、20本塁打、77打点。 オプス1.170を記録。2年目の2010年は打率。394、26本塁打、85打点、オプス1.340と、さらに成績を伸ばし、全米の大学野球の最優秀選手に贈られる、賞であるディックハウザートロフィーを受賞した。また、この年は日本で開催された第5回世界、大学野球選手権大会に、 アメリカ合衆国代表として参加した。この2年の高成績から2011年のドラフトでの全体1位指名が確実視されるようになった。しかし3年目は足首の肩の故障により指名打者での出場を余儀なくされ打撃成績も落とした。ドラフト前には怪我の完全回復を宣言したがスカウトの間では不安視する声も根強かった。 2011年の MLB ドラフトでワシントンナショナルズから1巡目で指名を受けた。ナショナルズの GM であるマイクリゾはまさかこの順位で彼を指名できるとは思っていなかったと語った。8月15日に4年総額720万ドルのメジャー契約で入団に合意した。2013年4月21日にメジャーデビューし、二類種のレギュラーの座を獲得した。 ナショナルズ時代2014年、引き続き2塁のレギュラーを務めていたが、主砲のライアン・ジマーマンが故障離脱した時に3塁手に移り、そのままレギュラーに入った。153試合に出場し、リーグトップの111得点を記録。3塁の守備では134試合で15失速を喫した。シーズンオフには、シルバースラッガー賞を受賞し、MVP でも5位にランクインした。 2015年は、スプリングトレーニングで、左膝の内側側腹靭帯を痛め、4月に、A q ハリスバーグセネターズでリハビリするも、5月、初めに、副車筋の針で中断。6月4日に復帰したが、ユネル、エスコバーがいたことで二塁手として多く起用された。80試合の出場で打率、264、5本塁打、25打点、1盗塁に終わった。 2016年は3塁に戻り156試合に出場した。打率270、20本塁が85打点という成績を残しカムバック賞を受賞した。2017年は開幕から好調で前半戦を打率304、16本塁打54打点で折り返し、7月16日には週間 MVP を受賞し、 オールスターゲーム最終投票の候補にも選ばれた。後半戦も調子を落とすことなく、最終的に147試合に出場し、打撃面では打率301、25本塁が100打点と、自身初の打率3割と出塁率4割を達成。ポストシーズンでは打率176に終わった。2018年4月13日の、 コロラドロッキーズ戦で左足親指の付け根を負傷し、途中交代すると、その後故障者リスト入りし、5月5日に復帰した。136試合の出場で打率。308、44二塁打、24本塁打、92打点だった。2019年4月20日のマイアミマーリンズ戦で、肘に支給を受けて、その後故障者リスト入りし、5月8日の、 ミルウォーキーブルワーズ戦で復帰したが、第1打席でまたも死球を受け、第3打席では、ストライク判定に不満をろにして、退場処分になった。前半戦はチームが低迷する中で奮起する打撃を見せたが、オールスターのファン投票では、上位3名にも入らなかった。しかし、監督、選手間投票で選出され自身初となる、オールスター出場かと思われたが、 怪我の影響で出場を辞退した。後半戦に入ると、さらに調子を上げて、首位打者争いを演じたが、終盤に失速して、首位打者のタイトル獲得はならなかった。146試合の出場で打率。319、44二塁打、34本塁打、126打点の成績を残し、打点王のタイトルを獲得した。ポストシーズンでは、 ディビジョンシリーズの大手をかけられた第4戦で3、打点を挙げ、第5戦では逆転勝利につながる、本塁打を放った。チャンピオンシップシリーズでも毎試合安打を放ち、初のシリーズ突破に貢献した。アストロズとのワールドシリーズでは大手をかけられた第6戦で、5打点を挙げ、第7戦でも本塁打を放ち、ポストシーズン全体で打率。328、5本塁打、15打点。 オプス1.003の活躍で、球団史上初のワールドシリーズ優勝に貢献した。オフには、シルバースラッガー賞を5年ぶりに受賞した。10月31日に FA となった。2019年12月11日に、ロサンゼルス・エンゼルスと7年総額2億4500万ドルを結んだ。オプションとして、表彰等の獲得や、オールスターゲーム出場による出来高。 全球団トレード拒否権が含まれている一方で、オプトアウト権は含まれておらず、契約満了まで同チームに所属することとなる。背番号は、ナショナルズ時代と同じ。6。新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンとなった中で、初出場試合に初アンダー初本塁打を放った。8月10日に、通算セムアンダーに到達。最終成績は打率。 286、球28本類打31打点だった。打率を残し長打も打てるオールラウンドな打撃と、守備範囲の広さが、特徴的な守備の格子両面において高いレベルを、誇る選手にもかかわらず、メディアに取り上げられることが少ないことから、最も過小評価されている選手の一人と言われている。趣味は、ヒストリーチャンネルを見ることで、野球観戦は、長すぎて、 退屈と語っている。バスケットボール好きでもあり、故郷のヒューストンロケッツのファンである。2017年8月にハリケーン・ハービーでヒューストンが被害を受けると同僚で同郷のマット・アルバースと共に、ヒューストンフードバンクへの寄付金を集めるために、ユーケリングの募金活動ページを立ち上げた。ありがとうございます。